我々はゲームでいいパフォーマンスを出せるように日々トレーニングしてます。ですけれども J リーグの選手も日本代表の選手も自分の力をゲームで 80% ぐらいしか出せないんですね。平均 で 90% 出せる選手もいますし、70とか 60% しか出せない選手もいます。でも 100% の力を出せる方法というのがあります。それはグラウンドに来て応援してくださるサポーター、ファン、スポンサーの皆さんの声援なんですね。今 WBC をやっていて、大谷選手が皆さんの声援がまだ小さい、足りないっていうのはそういう意味があると思うんです。ですから皆さんと一緒にグラウンドで一試合一試合戦って、私たちと皆さんと応援に来てくれているサポーターの皆さんでその試合を作っているんです。ですからぜひ今一歩二歩我々に近い距離に近づいてきて応援を今年はしてください。 JFL に上がるのはとても難しいです。9つの地域に、まあ、大体10チームぐらいずつ90チーム自動昇格はその1チーム1番にならないと上がれません。予算が全てではないですけれども、予算規模からすると我々は平均的な順位45とか50とか40とかトップのレベル、トップ10に入るようなチームはもう1億以上あるんですね。ですけどそこに負けないように我々は日々毎日のトレーニングを 101%出していこう。その 1% の積み重ねがそういうチームにも勝っていける力をつけてくれる。でそう言って頑張ってます。ですけどやはりミラクルを起こさないと成し遂げられないと思ってます。今年上がれるか上がれないかそれは分かりませんけれども、今まで皆さんが見ていたブランデューの試合より必ず面白いサッカーをやることをお約束します。清崎には弘前城があって、桜があってリンゴがあって、でねぷた、岩木さん失礼ですけど私知りませんでした。だけどそういうものを日本世界に発信する媒体として我々存在していると思います。我々が目標としているのは弘前皆さんの笑顔なんですね。笑顔のある方に進んでいきます。笑顔のないところには行きません。チーム一丸となりますけれども、 JFL に昇格する、 J リーグに上がっていくためには弘前市一丸ということを出崎さん、市長さんにお伝えください。頑張りますので1年間よろしくお願いいたします。